はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はこちらシエンタ DBA-NCP81G 平成21年8月登録、こちらの車両のですね、ジャッキアップポイント、純正のですね、パンタグラフジャッキのジャッキアップポイントとガレージジャッキのジャッキアップポイントの方を考察していきたいと思います。はい、一応説明させてもらっておきますね。こちらシエンタという車、こちらスライドドア左側開けて助手席目いっぱい前にして、でここのプラスチックのカバー、これを外すとですね、ジャッキが出てくるんですね。はい、こんな感じでジャッキがあります。そのくせですね、他に使う工具は後ろに入ってるんです。ジャッキがね、探すの多分苦労するかと思います。ここにあることを一応確認してください。はい、他の工具はこのように後ろにあります。はい、それでですね、フロントのパンタグラフジャッキのジャッキアップポイントですね、こちら、こっからここですね、この山があります。こちらのところに、ちょっと熱くなっておりますので、ここがジャッキアップポイントとなります。次リア行きたいと思います。はい、リアも似たような感じですね。ここ、こちらですね、山になっておりますね。こちらの間と間が、パンタグラフジャッキでのジャッキアップポイントとなります。ガレージジャッキで上げた場合ですね、こちらをリジットラック、馬をですね、かけてもよろしいかと思います。それではですね、次ガレージジャッキ行きたいと思います。はい、こちらですね、取扱説明書ば推査してもらいました。ガレージジャッキのジャッキアップポイントとなります。図ではですね、こちら上の方が肉、こちらが四駆ですね。今日は肉の車ですね。で、フロントに関しましては、このサスペンションメンバーのですね、真ん中あたり、こちらが、ジャッキアップポイントとなっております。リアに関しましてはですね、リアバンパーの際ですね、だいぶもうリアバンパーのすぐ前の部分がジャッキアップポイントとなります。このですね、リア、サスペンションメンバーですね、ジャッキアップ負荷となっておりますのでご注意ください。はい、こちらですね、この四駆フロントに関しては、FF、肉のですね、 FF の車とほぼ一緒の場所になります。リアに関しましてはリアデフ、四駆ですからリアにデフがついておりますね。こちらがジャッキアップポイントとなるようです。それではですね、実車の方のフロントから見ていきたいと思います。はい、ちょっとこちら下がっていきます。はい、ちょっとライトアップします。はい、この先のですね、黒い部分にちょっと水に塗ったんですけど、あんまりうまく塗れてないんですけれども、ちょっとこう少し出っ張ってる部分ありますね。あそこの部分がガレージジャッキでのジャッキアップポイントとなります。若干ですね、助手席寄りなので、ちょっとバランスがね、そんなにいいとは思わないんですけれども、一応メーカー指定があそこになっております。はい、それではですね、リアの方も行きたいと思います。はい、リア行きたいと思います。はい、こちらリアバンパーのすぐ下のここの部分ですね。ここの部分がですね、メーカー指定のガレージジャッキのジャッキアップポイントとなります。このね、前側に見えるこちらのですね、リアサスペンションメンバー、こちらは、ジャッキ負荷となっております。ですから、こちらですね、ガレージジャッキのジャッキアップポイントとして使っていただければと思います。一応ですね、こちら左右にございます。この、牽引フックでもよろしいかと思いますけれども、やっぱり真ん中にあってバランスがいいって考えますと、こちらですね、ここのところをジャッキアップしていただければと思います。はい、今日はですね、初代シエンタ、こちらの方のですね、ジャッキアップポイントの方を動画にさせていただきました。今日もご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。